でした。はい、足場注射。迅速な対応を習得し、実践的な訓練を実施し、連絡体制。状況を確認いたしますので、そのまましばらくお待ちください。こちら沖縄館です。どうぞ。はい、こちら運転指令です。どうぞ。列車脱線により乗客15名がおります。そのうち40代男性が左腕骨折の模様、救急車をお願いいたします。クリアした。はい、足場注射。乗客が通ります。危ないですよ。乗客の方こちらです。はい、乗客。はい、乗客の方。どうぞ。はい。よしよしよし。ジャッキの変更ね。手前の方に、横移動してます。後ろ着きました。非常にスムーズに訓練進んだと感じているところですけども、今回細かいところでの反省点などをですね、改善策を立てて、実際に万が一ですね事故が起きてしまった時に、今回の経験と、その改善策を反映してですね、早期復旧とお客様の救助の最優先という項目に対応させていただければなというふうに考えております。